ハリー対策の、うん、おい気づけよお前待って気づくの遅すぎじゃない。はい、切る。あ、待て待て、引っかかった、岩に引っかかっちゃった。撃つ。え、まず一人ダウン、外れる。ナイス、サクサク。はい、こんばんは、島津です。本日もね、プレデターやっていきたいんですけど、今回はですね、ここ最近ね、ファイアチームのプレイスキルが上がってきてて、パリーマスターの人たちが増えてきてるんですよ。で、近接攻撃弾かれて、そこを蜂の巣にされたりとか、それか、もう全く近接攻撃がね、通らないっていう状況、時間稼ぎされたりとか、そういったね、場面が増えてきてるんで、今回はですね、パリー対策のね、構成の紹介をしていきたいと思います。はい、それでね、今回紹介したい構成はこちらですね。ハンドプラズマキャノンをね、持っていく、といった、まあ、構成の紹介になります。パリーって、2発目、3発目でされることがほとんどなんですね。うん。2発目、3発目の近接を入れようとしたら、画面の下にパリーって表示が出て、それに合わせて、ファイアチームが近接攻撃をするとパリーってされるものなんですけど、それで弾かれて、隙ができちゃうって感じなんですよ。なので、パリーされないようにするにはどうすればいいかっていうと、2発目、3発目の近接攻撃をしないっていうのが、まあ、基本的な対策になるんですね。ただ2発目3発目のね、近接攻撃をやめてしまうと、1発目しかね、ダメージを与えられなくて、追加でね、せっかく近接で近寄ったのに追加で大きな大ダメージを与えられないってことになると思うんですよ。そこで使うのがこちらのハンドプラズマキャノンなんですね。ハンドプラズマキャノンを装備した状態だとですね、リストブレードの近接攻撃って可能なんですよ。この前ね、ゲームしてて、あ、ハンドプラズマキャノン装備しててリストブレードで近接ってできるんですねってね、初めて知った人がいたから、まあ今説明させてもらってるんですけど、うん、片手武器を持った状態だとリストブレードでね、近接攻撃がね、可能なんですね。装備した状態でもハンドプラズマキャノンを、なのでね、近接攻撃をした後にすかさずね、プラズマキャノンを撃つってことができるんですね。まず近接で一発ダメージを与えた後、すかさずハンドキャノンをクイックショットで撃つんですよ。そうすることによってね、2連撃でね、ダメージを与えることができるんですね。で、ハンドプラズマキャノンに関しては近接攻撃じゃないので、パリーの対象外なんですよ。だからこの組み合わせをすることによって、対パリー対策を施してきてる、パリーを意識してる人たちにはね、大ダメージを与えることができるんですね。なんでかっていうと、向こうはね、もうパリーする気満々で、銃を持ってないんで、反撃できないんですよね。なので、こちらはね、反撃を受けることなくね、近接プラスハンドプラズマキャノンっていうね、連撃で大ダメージを与えることができるんですよ。しかも、ハンドプラズマキャノンって、アプデで、一発、そうだね、一発まともに当たれば45、ね、減るようになったんで、攻撃力が増加してね、今まで以上に、ここのね、対策が、有効的になってるんですよね。はい、それではね、まあ実際に、その対策、パリー対策の攻撃方法でね、仮に出ていきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。伐採所ですね。で、今回装備としてはですね、なんだっけ、コンビスティックとハンドプラズマキャノンを持ってきてます。で、できる限り、そうだね、パリー対策の、おい、気づけよ。お前、待って、気づくの遅すぎじゃない？寝てたね、あいつ、居眠りしてたの、絶対。で、近くっていうか、目の前に気配感じたからね。起きたって感じでしょうね。まあ、できる限りパリコンボ決めていければいいかなと思います。あっちだね、あっちにいる。とりあえずオーディオデコイね、ポンポン投げとこう。うまくできればいいんだけどね。自分は一応ね、パリ対策の練習はしてるんだけど、まあ、うまくいかん時があったりするからね。多分こっちだね。
自分の方に向かってこなかったから、多分ここだと思う。いたいたいた、こっちだぞ。待って待って、後ろいた。いていていて、ガトリングアップが悪い。じゃあやっていこうか。おお待って、はい、行きます。ダッチが後ろにいたね。うん、でも撃ってこなかったわ。とりあえず様子見つつですかね。数を減らしたいよね、先に。数を減、あ、ごめん。一般の兵士だった。今のは。数を減らした方がね、確認しやすいからね。邪魔されずに済むから。よいしょ。はい、ここに仕掛けてと、ちょっと詰めていきましょうか。近接一回やってクイックショットね。切る切る。あ、ダウンしちゃった。OK、一発当てた。ナイスナイス。ほら、こんな感じでね、今3連撃目でパリーされたんだけど、うん、あんな感じで近接メインで行くと、パリーされちゃうんですよ。1、2、パン。こんな感じ、こんな感じ。助けてくれ。うん。切る、パン。切る切る、パン。おい、あ、こんな感じで。あ、苦心してなかった今。もう諦めたね。諦めてるこの人。切るパン、これこれこれ、切るパン、全滅ですね。まあ今の、うん、やり方で攻撃連撃を加えると結構群がってんね。おらよスラム。あ、スラムでやりきれないんだ。速攻兵はスラムでやりきれないみたいですね。痛いわ。え、どんくらい、待て待て、めっちゃいるんだけど、めっちゃモブいいんだけど、見て見て見て。モブ多すぎ、すごいなんか銃弾の嵐受けてるって思ってね、今後ろ見たけど。うん、モブ多すぎじゃなかった。うん、まあ、ごめんね、ちょっと話戻すけど、今みたいな感じで、うん、連撃すると、パリーをね、意識してる兵士は、単純にこう空振って、ね、こっちが一方的に、まあ、追加で攻撃を与えることができます。はい。で、ちょっと短かったんでね、もう一試合して、しっかりとね、今自分が言ったみたいに、パリーを透かしてね、うん、こっちが連撃を与えられるシーンが映せればいいかなと思います。それでは、もう一戦やっていきましょう。どこかな、上か、わからないね。あれ、どこ行った、なんかここら辺いたんだけど。でも上引っかかってないしな、まだ。センサー。あ、上だ、上だ、上だ。上だ。いたね、いたね。いた、いた、いた、いた。はい。切る。あ、待て待て、引っかかった。岩に引っかかっちゃった。撃つ。え、まず一人ダウン。まためっちゃモブが集まってきてた。これさ、警報鳴らすとさ、モブの量半端なくなんない？見てよ、あそこ。たまりに溜まってますよ。切る。お、待って、透かしてる、透かしてる。撃つ。二人目ダウン。なかなか、パリしてきませんね。ダッチだね。うん。切る、撃つ、切る、撃つ。三人目ダウンです。あれ、これ待って、やばいかもしれない。うん、これ貫通するんだ。まあ、シートだもんね。どうしよう。どこいる、あと一人。ちゃんと映さないと。あ、これ違う、これ違う。あと一人どこだ、どこいる。ジャングルは危険だと言った。応援呼び行ったかな、応援呼びに行ってそう。映んないね。泥塗られてます。で、やっぱね、ハンドプラズマキャノンめっちゃ強化されてるね。こんなあっさり倒せんですよ。うん、あの距離でね、まともに当たれば。まあ、ちょっと、イノシシ食べて落ち着きましょうか。これ、絶対応援呼びに行ってる。とりあえず、下準備でもしとこうかね。ミッションは、
ね、確実にここだから。そうだね。また戻ってくると思うから。とりあえず、こう、わからない四角ら辺に、ほらね、やっぱ呼び行ってた。四角ら辺にオーディオデコイをね、巻いていこう。草むらの中に仕込むとでかいかもね。ちょっと待って。こう、なぁ。まあ、確かにシート越しだからね、貫通はするけどさ。でも見えてないよね。今の距離。今の距離っていうか、シートで隠れてるから。見えてないはずなのに、もう気配で、気配を察知されて。うん、ここ分かりづらいね、ここ。うん、いや、もう結構まんべんに下準備はしたよ。もうここを決戦の場とするわ。来てるの？あ、来てる来てる来てる。声が聞こえた。でも見え、あー、いたいたいた。奥だね。いや、これやめとこう。今のはね、いましたね。ちなみにね、ネットランチャーもね、片手武器なんで近接攻撃できますね。外れる。ダメだ。ちょっと感度変えた方がいいね。今パリしてたね。あの人有望だ。うん。捕獲しよう。失敗。はい。逃げ逃げ逃げ。よしよし。いいよ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 。いい感じに。パリしてくれそうだから。ちょっと。モブ！モブ邪魔。ちょ、場所が悪い。いるね。オッケー。キル！撃つ！キル！さあ、早く皆さんパリしてください。じゃないと動画の趣旨が。いた。いや、モブかい！モブかい！そう、邪魔たかれてる。わからんわ。どこいる？ここじゃないよね。どこだ？いた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 。よいしょ！入る。落ち着いて。もう、向こうとしては混乱してるよね。かなりあの、プレッシャーかかってると思う。来る？来た。はい。ナイス。もう一発、当たれ！あー、よしよしよし、いいよいいよ。俺は無理だった。じゃあ、行きましょう。どこ系？あ、いた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 。前にいますね。とりあえず数減らそうか。はい。外れる。ナイス。サク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 。サクサクサク。サク。オッケー。まず一人ダウン。来てる？いけさ。はい、はい。さあ、パリしてきなさいよ。サクサク、パン。オッケー、ツーダウン。サク。サクサク。パン。ちょっと待って、パリしてこねえな、誰も。誰もパリしてこないぞ。パン。お願い、パリして。パリして、ダッチ。お願い。よいしょ。さあ、逃げ惑ってますよ。ね、あそこで復活させるのはもう不利って判断したね。じわ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 ね、追いやっていきましょう。シャン、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 パン、サク、サク、パン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 。ごめんごめん。あの、無理やり行き過ぎました。やっぱ二人だけって言ってもね、十分こんな感じでね、ダメージを与えることができるから、一回ちょっと避難して。ちょっと待って、避難してる間に、どっか行かれちゃった。どこだ？いる？あ、おったおった、下にいた。下で、どうにか奇襲を伺おうとね、草むらに隠れてんのかな？でも、泥塗ってないからそれはきついぞ。バレちゃうよ。どこ？いた。サク
固まってたか。お願い、パリーして、パリーして、パリーして。あ、バレてる、バレてる。スロー、サクサク打つ、ダウン。さあダッチ、お前残り一人だけだぞ。はい、サクサクサク打つ、サク。助けてくれ。はい、全滅です。なんですけど、綺麗にね、そのパリ対策の部分がちょっと見せられませんでしたね。まあ、こういう風に攻撃すればいいんだよっていうところはね、言ってたんですけどね。やっぱそのちゃんとしたね、ピンポイントでそういった例を見せられればよかったんですけどね、申し訳ないです。はい、ということで、2試合やらせていただきましたけどね、全滅です。ということで本日はですね、パリ対策の動画を撮らせていただいたんですけど、まあ、綺麗にね、こうパリを空振らせるっていうね、ところを取ることはできなかったんですけど、こうすればね、パリ対策が取れるよっていうね、攻撃方法だけはね、教えられたので、ここまでとしておきます。だからこういったさ、企画取ろうとする時に限ってね、そういったのがちゃんと取れないってあるあるですよね、ゲーム実況者。本日もね、動画の方視聴していただきありがとうございました。よければですね、パリ対策としてね、この攻撃方法を活用してね、ファイアチームに一泡吹かせてみてはいかがでしょうか。よろしかったらですね、チャンネル登録、高評価、コメントしていただけると動画のね、投稿意欲の向上につながるので、視聴者の皆さんにはね、少しでもいいのでね、お手伝いしていただければ、お力添えしていただければね、ありがたいです。はい、それでは鹿児島から島津がプレデターをお送りさせていただきました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。